こんばんは。時刻は18時30分を回りました。ここからもウェザーニュースライブイブニング、山岸愛理が担当します。よろしくお願いします。さて、ウェザーニュースキャスターカレンダーの、ジングルがゆいちゃんバージョンでしたね。これ全員分あるよって言われたって、今日あやちの番組を見ていて知って、撮ってないよ私って思ったら、撮った。もう記憶にない。で、カンタロウさん、カンタロウさんが言っちゃう、言っちゃいけない。名前出しちゃった。自然はナチュラルに、ボースタッフさんが名前出しちゃった。ボースタッフさんが、いや今の普通にミスです。普通に名前出しちゃった。なんで言う、名前出しちゃった。ボースタッフさんがダメだ、なんで今出しちゃったんだろう名前。ボースタッフさんが撮ってくださって、元気じゃないですよ。ボースタッフさんが撮ってくださったんですけれども、何に使うんですかって話は、もうダメだ、もう誰も話を聞いてくれない。なんで今ナチュラルに名前出しちゃったの。そうなんです、いろんなスタッフさんたちにいろんな撮影をしていただいたんですけれども、そうだそうだ撮ったなっていうのを、今の動画を見て思い出しました。だからそれを言いたかったのに、お前名前なんて出しちゃった。普通にミスです、ごめんなさい。もうさ、本当にすいません、もうナチュラルに名前出しちゃった。よくないですね、生放送って怖いですね。そうなんです、この盛り上げるために、いろんなスタッフさんたちがいろんな動画を撮ったり、出してくださいますのでね、次はどんなキャスターが登場するのかを楽しみにしていただければと思います。ね、これ何に使うんですかとか言いながら、いろいろなんかやったのを覚えてるので、ぜひ皆さんもですね、楽しみにしていただければと思います。いや、もうなんか誰も私の話を聞いてくれていなそうですが、キャスターカレンダーが、発売中となっておりまして、もうすでにね、買ったよっていう声もたくさんいただいているんですよね。こんばんは。時刻は19時30分を回りました。ここからもウェザーニュースライブイブニング、山岸愛理が担当します。ウェザーミュージックはアイコで襟足、お聞きいただきました。そしてキャスターカレンダーの CM、 私バージョン初めてここで流れましたね。さっき某スタッフさんの名前をうっかり出してしまったんですが、そこで名前を出してしまったから急いで急遽作りましたということで、本当になんで名前出しちゃったんだ。本当に、ね、このようなミスのないようにね、気を引き締めていきたいなと思っているんですが、お忙しい中素敵な動画にしていただき、カンタロウさんありがとうございます。いけない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 、名前出しちゃいけない。こちらですね、当日はですね、いろんな動画だったり、まあ、写真撮影だったりね、もうバタバタな一日ではあったんですけれども、私たち自身もね、本当に楽しい一日と、なりました。その様子がね、きっと伝わっているんじゃないかななんていうふうに思いますので、ぜひね、もしよかったら見逃した方はメイキングもご覧いただきたいですし、Amazon からカレンダーゲットすることができますので、ご検討いただけたら幸いです。